どうも皆様こんにちは、こんばんは。私スクナというものです。こんにちは。元気かしら。本日もウィキドット様のレベルをご紹介しようの回となっております。了解したわ。それで今回はどのレベルなのかしら。今回ご紹介するのはレベル881コートヤードオブウィンドウズです。ここはどんなレベルなのか早速見ていきましょう。早く来い。窓際でデイジーが叫んだ。F、スコット、フィッツジェラルド、華麗なるギャツビー。まずはレベル881の基本情報です。レベル881こと、窓の中には、のサバイバル難易度のクラスは5です。出口は5分の5でデッドエンド、環境は5分の4で極度の環境リスクあり、延期期は5分の5で蔓延しています。あと今回の情報は、ウィキドット様に掲載されています。気になった方はぜひ本家様の記事も見てみてください。では次の情報です。レベル881は別名、窓の中庭、とも呼ばれ、ザ・バックルームズの882番目のレベルです。窓の中庭には入らないでください。レベル881は主に、平均直径約50ヤード、45メートル、高さ約33ヤード、30メートル、の不規則な形の屋内アトリウムで構成されているレベルです。四方を厚みのはっきりしないコンクリート壁で囲まれており、それぞれが真っ白に塗られ、完璧に均等な間隔で窓がはめ込まれています。気温は 13.8 度、相対湿度は 45.2% に正確に保たれています。常に例外なく、皮膚に乾燥したかゆみと極寒の症状を与えるでしょう。ほとんどの状況では、中庭には人がいません。耳をつんざくような、重く、幽霊のような静けさに覆われています。最初は、別のパーティーか。隠れて逃げ出す、か、箱の中に内臓を入れる、ような、家中がゲームに解放された野生の腐敗が解決したものだと思った。しかし、音はしなかった。F、スコット、フィッツジェラルド、華麗なるギャツビー。次に発見です。レベル881は、2009年5月2日に、道のユーザーによって一般公開データベースに初めて記録されました。2017年1月、コンパスポイント連帯の MEG チーム、オールアイズ、がこのレベルを記録するために派遣されました。しかし彼らは戻ってこなかったようです。チームオールアイズの不完全な記録は、その後数ヶ月の間に、中庭を訪れた他の放浪者によって部分的に回収されました。しかし、記録は不完全なままであり、工作員の運命は不明です。フレデリック、フレッド、ファスベンダー注意。着いたぞ。やっと見つけたぜ。ブラッドリー、ブラッド、ボンゴ長。へぇ。ブラッドリーは黙ってろ、ここで録音してるんだ。チャーリー、ジャック、アントン軍曹、あれはニエスですか？ジェレミー、ジェム、フォックストロット5長。壁中にいるな。最悪の事態接近中ってところだ、おい。フレデリック・ファスベンダー注意より報告。窓の中庭、の場所を特定した。レベルへの探検を間もなく開始する。おそらく12個以上の窓を確認した。あるいはもっといるか。アトリウム自体ははっきりしているようだ。中央の丸い木製の床に時計が置いてあり、奥の角にはテーブルのようなものがある。視覚的にはこれ以上特筆すべきことはない。それで、みんな準備はいいか？ああ、実は。くそ、ブラッドリー、今度はなんだ？この、窓なんですが、ちょっと見覚えがある。そう思いませんか？そういえば、ここって別の場所の入り口に似ていませんか？あの場所に待っていたのは。宇宙ステーションだ、彗星みたいなもんか？何の話かさっぱりわからないのですが、そんなレベルはデータベースにありませんよ。彼は正しいけどね。覚えてないんですか？先週話したばかりなのに。よし、おしゃべりは終わりだ。この場所がなんでないかは問題ではない。重要なのは、MEG が探しているものを見つけたということだ。気を抜くな、突入だ。フレットアウト。フレットから報告。私たちが足を踏み入れた時、入り口は消えてしまった。今は普通の窓に変わっている。どうやら我々は永久にここで立ち往生しているようですね。時計は正常のようですね。少なくとも、ここにいる間にどれだけ時間が経ったかわかるでしょう。木の円は空洞だな。多分、下に道があるんだろう。ちょっと待って、バールを持ってきてください。床はびくともしませんね。窓を割る必要があるかもしれません。テーブルの上に何かありませんか、フレディ？特にないな。昔のディスクみたいな。なんて言うんだっけ？その、電話みたいなやつ。
それと小説。華麗なるギャツビー。何か思い当たることは？ああ、そうかな。古典的名作だぜ。貸してくれ。バールはどうだ？いえまだ。試してみよう。びくともしないな。言ったでしょう。しばらくここにいることになりそうだ。は、寝心地が良さそうだな。なんだ、なんだよ。落ち着いてください、ジェム。私たちはまだ3人います。報告だ。もう4時間になる。出してくれ、頼む、出してくれ。私たちは眠った。ブラッドが最初の見張りをした。そして、その音で目が覚めたんだ。そしてブラッドはどこにもいなかった。深呼吸です、落ち着いて。よし、よし、なんとかなる、なんとか。テーブルも動いたな。最後に見た時には角にあったが、今は部屋の真ん中にぴったりくっついている。誰もあんなものに近づくな、いいな。ああ。窓も移動している。以前より増えているように見える。今のは何です？何？窓の中に、誰か。次にレイアウトです。まずはメインアトリウム、吹き抜けです。中庭の最大の特徴は吹き抜けです。典型的な説明によれば、中庭の壁面には常時約100から200の窓が等間隔に設置されており、そのほとんどがブラインドで内側を覆われていることが示唆されています。その結果、この空間は、窓、の縁切りがはびこる最もよく知られた例となっています。生存者の証言によると、中庭にある普通の窓の4分の1からほとんど全てが、悪意ある生きた窓と入れ替わったと報告されています。アトリウムの中央には舗装された五角形の通路があり、4つの垂直な入り口が中央の淡いカバの木の床の円形の部分に繋がっています。木の円は空洞になっていますが、その下に何があるのかはまだ確実には記録されていません。木の板をこじ開けようとする試みは、一般的には失敗しています。中庭を訪れた人々から、通路の間の緑のサンプルが MEG に提供されました。分析の結果、以前は人工芝だと思われていたこの物質が、実際には生きた有機苔であることが判明しました。調査後、その標本は、アモールインクリメンタムに寄贈されます。アモールインクリメンタム教団はそれに応え、多大な謝意と、お返しの品、を送ったようです。特に、外交団のリーダーは次のような発言をしています。感謝いたします。あなたの捧げ物は懺悔の賛美歌を購入しました。母の神が悪人の墓を守る。イオナエ、アロエ、アスフォデル。インクリメンタムの被災。さらに、アトリウムは永久に空間が誘導する状態にあると考えられています。記録されたそれぞれの遭遇では、異なる最初のレイアウトを記述しており、構造物は観察されないまま移動しています。窓の他に、ガラスの手すり、柱、壁と壁の間の高架の連絡通路が特徴的なアトリウムもあるようです。さらに、多くの家庭用品が登場する可能性もあります。これらにはイカが含まれます。テーブル、蓄音機、古い写真、書籍、花瓶、置物など、目覚まし時計。これが一番面白いんだ。昔ながらのスポーツだ。と彼は面白おかしく言った。できないんだ。やろうと思っても、彼は目に見えて二つの状態を通過し、三つ目の状態に入ろうとしていた。恐怖と理不尽な恐怖の後、彼は素晴らしい至福に包まれていた。彼はその考えに満ち溢れ、想像を絶するような高揚感に包まれていた。そして今、その反動で、彼は巻き上げすぎた時計のように血を流している。F、スコット、フィッツジェラルド、華麗なるギャツビー。このようなアイテムの位置や配置は、全く恣意的なものに見えます。警告。神経系薬剤。緊急更新、2022年7月7日。上記の備品、物体のいくつかは、超常的な神経聴覚、神経視覚剤、NAA、NVA、である疑いがあります。長時間の接触は標準的な心理的、神経学的影響を引き起こす可能性があり、あなた自身や周囲の人々に危害を及ぼす可能性があります。レベル881内に閉じ込められた場合は、次のことは絶対に避けてください。最初のエントリーポイント以外の窓に近づくこと。それらは出口ではない。アトリウムを貫いているガラスの手すりに触れること。アトリウムの中央にある木の輪に触れたり、足を踏み入れたりすること。トラップドアではなく、出口でもない。木製のテーブルに近づくこと、または何らかの形で物理的に接触すること。いかなる状況においても、テーブルの上にある時計、蓄音機、その他のものに触れること。また、あなたや周囲の人が何らかの音楽を聴き始めたら、どんな手段を使ってもすぐにアトリウムから離れてください。避難及び脱出が不可能な場合は、標準的な緊急時 NAA、NVA プロトコルに従って、すべての視覚、聴覚、触覚刺激から自身を隔離してください。毛布など不透明なものの下に身を隠し、物理的にできるだけ動かないようにしましょう。
目と耳の周囲を硬い布で縛り、両腕を首の後ろで固定し、頭を膝の間にしっかり入れて6から8時間座り続けます。いかなる種類の身体的感覚、ぬるぬる感、ヒリヒリ感、しびれ感、滑覆の知覚など、にも反応しないようにしてください。いかなる種類の知覚的幻影にも反応しないでください。人間であろうとなかろうと、いかなる種類の声にも反応しないでください。それらは本物ではありません。次に、どうか、ね。ダークブラウンのマホガニ遺体の扉が中庭の壁に時折現れて、その周囲を取り囲む一連の臨床用廊下に通じているわ。白色で、照明のきつい廊下は、階段室が隣接する数フロアにまたがっていて、吹き抜けがある場合はその上の通路に通じていることもあるみたいね。アトリウムと同様に、廊下も空間の安定性に欠けているわ。出入り口や階段室は、自然に現れたり、消えたり、場所が移動したりすることが知られているの。さらに、大半のドアは内側からロックされているみたいね。アクセス可能な数少ない部屋は完全に空室で、真っ白なコンクリートの正方形よ。価値のあるものは何もないわ。彼は一度もデイジーを見るのをやめなかったし、デイジーの愛した血から引き出される反応の度合いに応じて、肺の中のあらゆるものを再評価していたように思う。時折、彼は自分の所有物を呆然と見回した。まるで、彼女のアクチュアルで驚異的なプレゼントの中で、その全てが現実のものであるかのように。階段の踊り場から転げ落ちそうになったこともあった。彼のベッドルームは最もシンプルな部屋だった。F、スコット、フィッツジェラルド、華麗なるギャツビー。次に注意事項よ。廊下には歓迎されざる住人がいるかもしれないわ。ピンクのドレスを着たフェイスリングがホール内で目撃されていたり、スキンスティーラーや、その他の悪意ある人類系生命体が目撃されているの。最も重要なことは、窓の縁付けによく似た影のようなシルエットが、廊下の角の後ろや周辺視野に現れるとされていることね。遭遇した場合は、いかなる犠牲を払っても絶対に避けること。存在を認めないこと。追いかけないこと。直視しないこと。次に前哨基地ね。このレベルには集落やコミュニティはないわ。設立しようとしないこと。最後に出入り口です。まずは入り口です。レベル881に通じる窓は、様々な屋内レベルで発見されています。侵入すると、通常2から3分以内に消えるようです。これらの窓には入らないでください。レベル881には近づかないでください。最後に出口です。レベル283、や、レベル11、への、近道、の噂は全く根拠のないものです。最初の侵入口とは別に、空き窓が、レベル 1.5、に通じていると考えられています。うっかり中庭にいるのを発見したら、すぐに元の窓から出てください。レベル881には近づかないでください。私はその時行こうとしたが、彼らはそれを聞き入れなかった。私の能量のせいで、彼らは孤独に満足できなかったのだろう。F、スコット、フィッツジェラルド、華麗なるギャツビー。次にホイネ。2022年、チーム、オールアイズ、の追加記録は、中庭を偶然発見して、なんとか脱出に成功した放浪者によって回収されたわ。レベル1に戻った彼女は、MEG 当局にそれを提出したの。そのログは以下にアーカイブされているわ。見失った。ドアを見つけた。反対側には真っ白な廊下がある。ぐるぐる回った。角の向こうに影があったな。早すぎて。捕まえられなかった。ピンクのドレスの吸盤にぶつかった。ジェムがやられた。大腿動脈をまっすぐに切り裂かれてたんだ。血だらけだった。それで、彼は地面に倒れた。吸盤は彼の喉を狙ったんだ。喉仏を切り裂き、歯を顎に突き刺した。彼は悲鳴を上げ、窒息して泣いていたんだ。私たちはただそこに立って、見ていた。彼を救えなかった。ジャックは縁付けを追っていって、角を曲がっていった。それ以来見ていない。私たちが追っていた影、そのうち一人が私の後ろのドアから出てきた。私は、ドアを通って、この部屋に逃げ込んだ。壁が4つ。そして、明かりが、ここにずっと、何日も眠ってない。なぜこんなことが、私に起こる。私は配給を終えた。そして、本、キャツビー。エラーがあるな。スペルミスか、単語や言い回しが、場違いで、途中から意味がわからなくなる。頭がおかしくなったのかもしれない。
はい。はい。はい。ついに。どんなに新鮮でも、幽霊のようでも、貯めることはできない。男が、挑戦するもの、その燃えるような心の中に。いや、いや、全く正しくない。出発の時間だ。彼らは私のことを忘れていたが、ジェムがちらっと顔を上げて手を差し出しました。フレットは今では全く知りませんでした。私がもう一度彼らを見つめると、彼らは強烈な死に取り憑かれた私を遠隔操作で振り返ったのです。それから私は部屋を出て窓にも入りました。彼らをそこに一緒に残して。スコット。